錦織圭の凄さ、プレイから解説5選後編。以前錦織圭の凄さを記録から解説したことがありました。概要欄に載せておきますね。今回は錦織圭の凄さをプレイから解説していきます。凄さを5選まで絞りましたよ。前編では凄さ5選の3つ目まで解説しました。それでは行ってみましょう。後半始まります。錦織圭の凄さ、プレイから解説5選。その4、メンタル。これは錦織自身が自分が強いのはメンタルと語っています。松岡修造は圭の一番の武器はいざという時に強いところと語っています。私はメンタルの強さには2つあると思います。一つは試合中のメンタルの強さ、もう一つはツアーを戦い続けるメンタルの強さ。錦織はどちらも持っていると思います。小学生時代の錦織を育てたコーチが語っていた言葉が印象的です。錦織はテニスというゲームを誰よりも楽しんでいると語っていました。プロになってもテニスを楽しんでいた子供の頃の感覚が残っているんでしょうね。多彩な展開力を使って遊んでいる、そんな風に見える時は実際に楽しんでいるんでしょうね。勝ちたいとか、ここでブレイクされたらやばいなどプレッシャーがかかる場面でも、子供の遊びだとしたら緊張よりも楽しむ感覚の方がのびのびプレイできるはずです。これがいざという時に強いと言われている要因だと思います。相手のマッチポイントでも強打を連発したりドロップショットを打ちますから、遊びの感覚ってすごいなって思います。錦織は中学生の時からアメリカに行きました。アメリカのテニスアカデミーは脱落者の方が多い競争社会です。ここで生き残っていくうちにメンタルが強くなったのかもしれません。私が錦織のメンタルの強さを感じるのはバラエティ番組に出演した時です。終始リラックスしていて物怖じしないんですよね。かぶり物をかぶってお茶目なところもあります。テレビ的にここでこんなことを言ったら面白いだろうと分かって発言したりします。こういうのを優れたメタ認知があるっていうのでしょうか。世界を相手に戦うアスリートの鋭い眼差しも、家で過ごすような自然体の笑顔とそのギャップ、同じバラエティ番組の中でどちらの表情もあるんです。集中とリラックス、切り替えの速さが分かります。これらが勝ったり負けたりのツアーを戦い抜く上で大事な要素なのかもしれません。競争社会で生き抜くタフさを身につけ、子供の頃の無邪気さを残している。集中とリラックスを高いレベルで素早く切り替えられるのでしょう。周囲からの期待や重圧をどう感じているかという質問に対して、錦織はプレッシャーっていうのはそこまでないんですよね。昔も今も、むしろ誰からのプレッシャーを感じたらいいのかと答えています。私びっくりしました。プレッシャーないの、どういうことって。でも次の話を聞くと少し理解できたんです。いろんな人たちが錦織選手はグランドスラムで優勝できると言っていて、現実的にそれを成し遂げてはいないけどという質問に対しては、それは自分でもそうですし、コーチにも毎回言われます。でも、だからってプレッシャーを感じることにはならないんですよね。自分が目の前にあることをしっかりとやって、練習して、トレーニングをして、気持ちを整えていけば、最終結果で優勝が待っていると考えています。どうして優勝できないんだと考えても、なかなか答えは出ないじゃないですか。悩んだ方がいい悩みはもちろんありますけど、なかなか答えが出ない場合は行動に移して基本考えないようにしますということです。目の前のことを一個ずつやっていき、余計なことは考えないようにしている。周囲の期待やプレッシャーは考えないようにしているから感じないということでしょうか。小学生の時から注目され続けてきたので、どこかの時点でこんな感覚を手に入れたのでしょうね。こうした多面的なメンタルの強さがあります。
錦織圭の凄さプレーから解説5選。その後ドロップショット、錦織のドロップショットの何がすごいかというと、速いテンポで攻めまくっている最中に突然ドロップショットを使うところです。もともと錦織のポジションが前で相手は後ろにいるから決まりやすい。しかもここで出すのっていうタイミングで繰り出します。ハードヒットするだろうというタイミングでドロップショットなんです。1試合に何度もドロップショットを使います。速いテンポで攻めていくスタイルとは対極にあるショットなので効果的なんでしょうね。錦織は日本のテニス界におけるドロップショットの地位向上に大きく貢献したと思っています。錦織の登場する前と後ではドロップショットの概念が大きく変わりました。以前のドロップショットのイメージというのはちょっと大げさに言うと、卑怯者が使う姑息な手段でつる賢くて性格悪そうな人が使うイメージ、ハードヒットできる時にドロップを打とうものなら指導者に怒鳴られたことでしょう。これはプロの選手も昔だったら絶対怒られたって言っていました。錦織がドロップショットを効果的に使う場面を何度も目にすることで日本中でドロップショットに対するイメージが変わりました。ドロップショットはポイントを取れるし相手を前後に動かせる。しかも心理的なプレッシャーを与えられる。ドロップショットを打てると優位に立てる。ずる賢い人が使うショットからずるいが消えて、賢くてよく考えている人が使うショットという認識の変化が起こりました。おそらく日本中のテニスコートでこの認識の変化が起こったはずです。錦織はドロップショットがうまいというのは当然として、日本テニス界におけるドロップショットの地位を向上させたことがすごいと思います。以上、錦織圭の凄さ5選プレー編でした。振り返ってみましょう。凄さ1、ストローク、フットワーク、予測、タイミングがとにかく速い。誰にも負けないバックハンドが打てる。エアケイは戦術的な視点で考えると錦織だからこその武器。凄さにリターン、サーバー有利なはずが錦織だけには当てはまらない。むしろリターン側の錦織が有利になるほどのリターン力。凄さ3、展開力、コートを立体的に使い多様な回転量で多彩なコースに打ち分ける。試合中に時間をかけて相手を分析して追い込む。最終セットに強いのも納得。凄さ4、メンタル、プレッシャーなんてないって言えることが物語っています。ここ一番に強くてテニスというゲームを楽しんでいるメンタル。凄さ5、ドロップショット、ドロップショットが上手いことはもちろん、日本中のドロップショットに対する認識を変えていきました。錦織圭といえばビッグ4しか優勝できない時代にグランドスラム決勝に行きました。グランドスラム17年間約30大会中ビッグ4以外が優勝したのは5人だけ。錦織がトップ10にいた時期ではワウリンカとチリッチの2人だけです。ビッグ4以外は望みが薄い時代においてあと一歩のところまで行ったのです。ビッグ4全員から勝利した選手は10人もいません。錦織はそのうちの1人です。ビッグ4全員に勝ってランキングを4位まで上げました。日本のテニス界の希望になり、その後100位以内に入る選手が続きました。日本を超えてビッグ4以外の世界中の選手たちの希望にもなりました。いかがでしたか？凄さが伝わったでしょうか？錦織はプレーも人物的にも魅力にあふれています。怪我からのリハビリから復活して再び活躍する姿を楽しみに待っています。あなたが他に知っていることとかありましたらコメントで教えてくださいね。不定期配信なのでチャンネル登録をしていただけると見逃しがなくなると思います。コメント、高評価、チャンネル登録、励みになるのでよろしくお願いします。次の動画でまたお会いできることを楽しみにしていますね。ありがとうございました。